皆さん、こんにちは。大和重版の YouTube チャンネルです。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。本日のテーマは、なぜ、不動産仲介業者が必要なのか、について、いつものように説明していきましょう。このチャンネルでは、なかなか、わかりづらい、不動産のことを、できるだけわかりやすく、噛み砕いてお話ししていこうと思っていますので、ぜひ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、本日のテーマ。 不動産仲介業者って、そもそもどうして必要なるのでしょうか、詳しく説明をしていきましょう。不動産購入はデパートや小売店で販売されているものとは違い、さまざまな権利が発生します。物件をポータルサイトや SNS で単に見つけることだけでなく、いろいろなことに注意し、検討しなければなりません。不動産売買は、法律的なこと、行政的なこと、契約ごと、条件。 様々さまざまな権利に関わることなど、非常に専門性の高く、ややこしいのが不動産の取引です。高額な買い物になりますし、取引も複雑で専門的知識を持った人のサポートが必要です。特にマイホーム購入の場合は、個人のお客様が購入をするわけですから、併せて物件の選びのアドバイス、近隣地域の調査、住宅ローンのご紹介など、サポートをなくしては、購入するのは難しいでしょう。そういった 不動産取引のわからない部分を一手に引き受けるのが不動産仲介業者です。基本的に売り主様と直接、買い主様が取引すると、契約書などの書類の作成や役所への手続き、住宅ローンなど、自分でやらないといけないことが多く、それらの手続きの知識をつけないといけませんので、非常に手間も時間も苦労もかかります。またた価格交渉やトラブルが起きた時など間に 不動産仲介業者が入ることによって、円滑に不動産取引を進めることができます。こういったことから、不動産仲介業者というのは、不動産の取引においての役割が大きく、必要不可欠な存在であり、売りたい方、買いたい方、双方にとっても多くのメリットがあるということです。本日はごご視聴ありがとうございました